音のバランスとかもあったら言ってください。何かが起こる予感がするぞ。さあ、陽介アイギス。さて、やっちゃうか。開始します。さあ、開幕。さあ、アイギス側としては陽介のこの早い立ち回りにあまり付き合いたくないところ。さあ、ここのボコスタの付けに、さあここでちょっとチェンジコンボ見せて。さあ、ジャンシーから S3 ラジメギドラジカルしてジャンビジャンビジャンシーメギド。さあ、お手軽だけど十分強い。これで4000持ってきちゃう。さあ、陽介はコツ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 ダメージを与えたいカセンタルフ。さあ、ここでボコスター。さあ、有限の機動力のアイギスと無限の機動力の陽介、さらに機動力アップ。さあ、エレンがぶっ込んできて、ちょっと当たり方がまずかった。さあ、ここでまたしても S3 エギド。さあ、ここでココスカからの疾走、ちょっと削りきれない。最後は 2B が変な当たり方してアギス1本乗っていく。さあ、2本目。さあ、基本コンボ駆け上がりからしっかりディークライン。さあ、パンドラ D で近づいてちょっと通り越してしまった。さあ、ゴシニシセンタラフの隙にちゃんと突っ込んだがちょっともったいない。さあ、この 2B のばらびきだいぶ陽介厄介そうですね。さあ、有限と相手アイギス基本的に射撃ここぐらいしか使わないんで。さあ、テンタラ吹よけて、さあ、ジャンピー拾ったところ、ここで陽介バースト。さあ、空中で固めていく。地層にはコパンが噛み合った。さあ、アイギスバースト溜まって、ここで打ってないからのガルダイン。さあ、ライフは同じくらい。さあ、近めのパンドラ危ないぞ。さあ、ここで逆切りうまく逃げる。さあ、スクガチャ。さあ、エーレン噛み合って、これはガルダイまでいかない。あ、ゲージなかったね。さあ、最後は隙にエーレン差し込んで陽介取り返していく。さあ、最終戦。まだまだいけるだろ。さあ、変な当たり方と逆切りはこすり合う。相手の出方を待つ。それも戦術だな。陽介の逆で持続がね、アホみたいに長いんで対策をしないと結構引っかかっちゃいますね。さあ、ここでジャンピー入って、ジャンシーからラジカルじゃねえ、ミギド。さあ、逆切りして、さあ、アイギスはこれでちょっと時間を稼ぎたいところ。さあ、逆切りしたところにうまく噛み合って、ここでたまらずバスに逃げる。さあ、エレン今度はガルダインまで行くぞ。おっと、行かない。さあ、バーストしてスクーカーチャー切れて駆け上がってくないガルダイン。これはまだ死なないか。さあ、最後の攻防、またしてもスクーカーチャーでゲージを使う。さあ、真相、これはちょっと当たらない。真相近すぎると当たらない。ちょっともったいなかったですね。さあ、ライムの Z さんと、猫森さんチームの勝利ですね。劇的逆転勝利、すごい試合でした。またの挑戦お待ちしております。なんつってな。